おはようございます。こんにちは。こんばんは。豆腐です。ってことで、今日も元気にサカツクやっていきます。よろしくお願いします。さて、今回はですね、何をやっていくかといった話なんですが、こちら、サイドアタック、キャプテン特徴、リオネル・メッシの持つブラウグラーナの王と、ポール・スコールズの持つレッド・デビルズの縮小、赤ヤカモの縮小だっけな、この2つですね、果たしてどちらの方が強いのかということを検証してきました、まだね、スコールズのガチャが終わるまでになんとか結果が出せてよかったかなと、前回花粉の時にね、花粉のガチャが終わってからになってしまったので、今回は、スコールズのね、ガチャが終わるまでになんとか出したいなということで、無事に間に合ってよかったです。ってことで早速やっていきましょう。さあ、まずはリオネル・メッシのキャプテン特徴から確認します。こちら、ブラウグラーナの王ですね。このゲームで一番初めに追加されたキャプテン特徴になります。1周年記念の時にね、追加されたものですね。自分の役割がキャプテンの時、センターフォワード、ライトウィング、レフトウィングに配置されている得意戦術がサイドアタックの選手のシュートとドリブルを大アップするというものですね。今でも第一線級で活躍する、もうリリースされてから1年以上経つんですけど、今でもやっぱりね、スタメンメッシさすがですね。はい。まあ、シュートドリブル大アップということで、かなりね、攻撃の面で勢いを持たせられるキャプテン特徴でしたね。はい。で、じゃあ、これが、最古のキャプテン特徴に対し現在最新のキャプテン特徴、それがポール・スコールズの持つ赤い悪魔の縮小になります。役割がキャプテンの得意戦術がサイドアタックの自らのチーム選手全員のタックルを中アップするというものになります。まあマルティーニと、カーン、まあオレンジメッシとカフーみたいにね、攻撃と守備でまた分かれてますね。カフーがマークで、カーンがパスカットかな、確か。で、スコールズがタックルになってます。じゃあね、果たしてこの2つどちらが強いのかということで検証したんですが、前回のねポゼッションの検証と同じように、それぞれ5シーズンずつ合計10シーズン、10シーズンで、340試合だね、5シーズンで、片方170試合の検証結果になります。まあ170もすればね、まあ、合計340もすれば大体ね、まあ、はっきりと 100% 正しいってわけではないんですが、大体は見えてくるかなと思いますので、参考にしていただけたらなと思います。フォーメーションコンボはこちら、トータルフットボールレベル30ですね。はい。連携線は全員赤の状態から始めてます。全員赤です。カーンだけカウンターの選手なんですが、それ以外は全員サイドアタックということで、スコールズのキャプテン特徴が全員に乗るようにやっております。なんでね、またメンバーのそのサイドアタックの割合によっては内容ちょっと変わってきちゃうかもしれないんですが、あくまでも11人サイドにした際のスコールズの特徴です。で、今回はですね、私の場合はスコールズを、セントラルディフェンスミッドフィルダー起用にしてます。 OMF ではなく CDM のポジションで起用しているので、 OMF にすることで、まあ、より火力は増すかもしれないんですが、まあ、メッシでもね、スコールズでもそれぞれキャプテン特徴の時に、まあフォーメーション自体は変わらないので、今回の検証には影響がないかなという感じです。PK はメッシに蹴らせていて、フリーキック、コーナーキックはデブライネに蹴らせております。で、キャプテンのところだけ入れ替えるといったようなね、いつも通りの検証スタイルでやっております。選手交代はなしで、戦術等も一切やっておりません。一応ね、ポゼ B もありますけれども、ポゼ B も特に何もやっていません。ずっとポゼ A でやってます。はい。ってことでですね、今回の検証結果、早速ね、前回と同じようにグラフでまとめてきましたので、そちらのアプリに切り替えさせていただきます。どうぞ。どうぞって言っても自分で切り替えるんですけど、はい、こんな感じ。サイドのキャプテン特徴を合計170試合、各170試合、合計340試合の検証結果、こちらになります。文字小さくないですかね。まずメッシから見ていきましょう。合計得点707得点、合計失点が75失点、1試合あたりの平均得点が 4.16、平均失点が 0.44 という結果になりました。ちなみにこれ全部ドイツリーグでやっております。まあ結果からいくとですね、まあサイドアタック、トータルフットボールということで、ポゼッションの検証、まあ、のセルソン・ブラジレーラほどね、やっぱり点は取れなかったですね。その代わり失点も大きく減っておりますね。はい、やっぱりセルソン・ブラジレーラかなり攻撃的だったんだなというのがよくわかります。セルソン・ブラジレーラはね、村付メッシの時に1000点とか超えてたので、170試合で1000点で、まあ、失点もでも100超えてたのかなって考えたら、まあ得点失点 30% 減両方みたいな感じでしたね、トータルフットボールは。はい、
じゃあスロースコールズの方どうかといくと、全く同じ試合数、全く同じ試合で合計得点が698、合計失点が36、平均得点が 4.10、 平均失点が 0.21 といった結果になりました。はい、これね、私個人的には、あ、得点メッシの方が勝つんだっていったような感じだったんですけれども、あのカフーの、ね、ポゼッションの検証の時にポゼッションだとカフーの方が点も取れていたので、サイドはどうかなと思ったんですが、サイドの場合はね、まあ、170試合の検証だったんですが、点はメッシの方が取れておりました。はい、ですね、まあ、1シーズンごとで見たらブレ幅が少ないのはスコールズでしたね。5シーズンやってて、スコールズの場合は15点以内かな。でもメッシは一番取れてた時は、1シーズンで160点取ったんですけど、取れてなかった時は1シーズンで110得点、スコールズは一番取れてて140ぐらい、一番取れてなくても130、120後半ぐらいだったので、安定性はスコールズの方があるのかなといった結果です。ただね、やっぱり、合計点になってくるとやっぱりメッシかなり取っていたのかなと、かなり攻撃的だったのかなと思います。割合だけで見るとね、本当に、まあ、340試合を 100% で分けちゃうと五分五分と、点に関しては本当に五分五分と、若干ね、ただ、実際の数値ではメッシの方が高いといった結果になりました。まあこれはね、やっぱりそのトータルフットボールっていうバランスのいいフォーメーションコンボの中で、もともとねバランスがいい中で前線3人の火力を大きく上げれるメッシのフォーメーションコンボ、メッシのキャプテン特徴ですね、それが強かったのかなといった結果です。ただね、失点の割合を見ていただきたいんですが、スコールズが 32% に対してメッシが 68%、 平均失点メッシが 0.44 でスコールズが 0.21 ということでですね、失点に関しては、スコールズの方がメッシの半分以下の数値という結果になりました。まあ、ここはね、想像以上に抑えられたなというのが正直な感想です。カフーの時も失点確かに変わりましたけど、ここまで変わらなかったので、まあ、タックルというものが良かったのか、それともスコールズの相性がトータルフットボールと良かったのか、タックルをね、しやすいフォーメーションコンボだったのかもしれませんし、そういう面で見た時にね、かなり失点という面ではスコールズの方が良かったのかなと思います。はい、まあ、割合だけで見たらですね、得点は五分五分、失点に関したら 32% と 68% ということで圧倒的にスコールズの方が優秀なので、まあ、パッてね言ってしまえばこちらもね、以前のサイドアタックの特徴と同じように、メッシよりは、新キャプテン特徴、まあ、旧キャプテン特徴よりは新キャプテン特徴の方が、優秀という結論になりました。ただですね、ちょっとここで一旦アプリサカツクの方に戻るんですが、ただですね、まあ数値だけで見たらもちろん新キャプテン特徴の方がいいんですけれども、例えば SWCC で総合値調節のために全員サイドアタックじゃないとかね、違う、例えば中央突破の選手ディフェンスに混ぜるよとか、まあ、前線3人サイドアタックでも、例えば後半、例えば私だったらね、センターバックバレッジ使いますとか、まあじゃあカゼミーロ入れますみたいなね、方いると思うんですよね。まあ、そうなってきた時にじゃあどうなのって考えたら、私は前線3人強化の方が、いいのかなと思います。はい、やっぱりね、そのスコールズのキャプテン特徴の都合上、最終ラインの方になればなるほど、影響が大きくなります。まあ、ディフェンスを上げるのでね、まあ、前線のタックルが上がったところで正直あんま変わらないかなという気はするんですが、やっぱり最終ラインのタックルすごい大切だと思いますので、そうやって考えた時にですね、スコールズをのキャプテン特徴を使う、まあ、メッシのキャプテン特徴を使う、どっちを使うかっていうのは好きにしていただけたらいいんですけれども、まあ、ただそれでもですね、例えば後ろの方にサイドがいないんだったら、まあ、メッシュのキャプテン特徴を使うとかね、それで例えば途中交代で全員サイドアタックになるんだったら、途中からスコールズのキャプテン特徴にするべくメッシュを交代して下げるとか、そういう使い方をしてもいいのかなと思います。あとはね、自分自身のその選手持ってる選手の中で点がねなかなか取れないなとか、まあ、なかなか点が入らないなっていうんだったらメッシュをキャプテン特徴にして、ちょっとね点は取れるけど失点多いなとかだったらスコールズキャプテン特徴っていう風でもいいのかなと思います。もちろん点に関しては五分五分なんですけれども、やっぱりね、スコールズの安定感素晴らしいと思いますので、ぜひぜひね悩んでる方、引いても後悔はないんじゃないかなと思います。自分自身ねやっぱりこれだけまあ340試合かな検証してきて、スコールズ本当に後悔はしていませんし、特にスコールズのいいところはね、インサイドハーフ、トップ下、アンカー両方使えますので、かなり汎用性も高い選手になっております。まあ、ぜひぜひね、引くか引かないかご一考いただけたらなと思います。ってことで、今回ねスコールズガチャが終わるまでに、この動画が出せてよかったです。ここまでご視聴ありがとうございます。皆様の良きゲームライフになっております。この動画いいと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。豆腐でした。バイバイ。
ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。